ます。ご視聴ありがとうございます。ということで、今回は前回の動画の続きということでやっていきます。よろしくお願いいたします。その続きというのはね、コメント欄ですね、ヤフコメ、そこにね、非常に興味深いね、運転手の方々もしくはお客様、あとはね、バスに興味ある人などがね、非常に興味深いコメントをいっぱいしています。それをね、僕がね、要約しました。読みやすいようにね、それをね、動画で話していきたいと思います。はい、僕の動画ではね、日々こうやってね、バスのことね、車のことなど配信しております。興味がある方はぜひともチャンネル登録の方お任せしますので、よろしくお願いいたします。各種 SNS もやっております。 Twitter、TikTok、Instagram などをやっております。そちらの方も興味ある方はよろしくお願いいたします。ショート動画もやっております。 YouTube ショート、まあ、TikTok に被ってくるかもしれないけどね、YouTube ショートやっております。サブチャンネルもやっております。日々の気づき日報などね、あげています。そちらは雑談チャンネルとなっております。石器つばがね、思ったことなどね、配信しております。これはね、非常にね、雑談っていうかね、本当に興味がない方はつまらないと思いますので、本当にね、見たい方はぜひともご視聴のほどよろしくお願いいたします。あとはね、メンバーシップっていうのをやっております。メンバーシップ。これは YouTube からね、提供されているプラットフォームなんですけども、こちらはね、月額490円っていう金額、サブスクリプション発生してしまうんですけども、こちらはね、週1回のね、ライブ、あとはプレミア公開などね、メンバーシップの皆様には一番早くね、一般よりも早く見れるようになっております。あとは、そうだね、石つばが、今まで経験してきたこと、あとは普段話さないようなことね、そういったものもこちらのメンバーシップでは話しています。興味がある方もね、ぜひともチャンネルの方ね、こちらメンバーシップ参加のほどよろしくお願いいたします。はーい、それではね、読んでいきたいと思います。はい、それではね、読んでいきます。日本の公共交通機関とバス運転手の雇用における課題と機会ということで、こちらのね、タイトルです。はい、読みますね。1、労働規制の影響ということでね、時間外労働の上限が適用されると勤務形態の法的基準を遵守する必要が生じます。以前は上限規制がなかったため、勤務体制は既存の状況に合わせて調整できましたと、こういうことになっているということで、時間外労働はね、やることによって給料、まあそれなりに、まあ安いんだけどね、それでもね、なってたんだけども、この時間外ね、今度規制、2024年問題でね、規制されるので今度稼げなくなるっていうね、稼げないものがさらに稼げなくなるっていうこと、ひどいね。まあ基本給安くしてるからね、まあそれはトラックもなんだけど、この業界ね、基本給を安く設定してるから、時間外で稼げってことなんで、その時間外がね、規制されればまあ稼げないっていうことになるね。とはいえね、年間960時間、月にすると80時間上限なんで、まあまあだよね、それでもね。うん、だからそれ以上やんなければ稼げないっていうことなんで、それでもね、あの給料は20万いくかいかないかなっていう現状なんで、本当に積んでるよね、本当に。これは本当やる人いないでしょ。まあ僕もね、やってるんだけどね、いまだにね、うん。これはね、いろいろメリットがあるので、ね、やってるんですけど、僕にとってはね。うん、はい。2、沖縄のバス運転手減少。これね、沖縄の話ね、前回やりましたけど、それに基づいてね、コメントになってます。はい。沖縄本島では、ここ3年で200人以上のバス運転手が減り、そのうち7割が50代。7割が50代ですよ。もう、高齢化だね。超高齢化と言っても過言ではないです。観光バスの需要は、顕著で、パンデミック後の回復の採用活動がさらに強化されているんだけども、まあ、給料安いからね、この観光バスがいくらね、お客さんが入ってきても、もうね、運転手いないからね、回らないんだよね。っていうことを考えるとね、まあ、積んでますよね、本当にね。はい。3、公共交通機関の課題と。バス運転手の労働時間と賃金の削減は、人手不足ではなく、バス利用の減少に問題があるため、不当である。はい。国民の税金で格安バスを補助するのか、必要な経費を賄うために利用者の運賃を値上げするのか、議論が必要だ。まあ、利用者の運賃を上げなきゃダメでしょうね。補助金とかでね。もう、そうじゃなきゃ、もうやっていけないでしょう。うん。まあ、税金使うことにね、本当に、まあ、賛否両論はありますけど、うん。それをしなければね、まあ、民間企業だから潰れてしまいますよね、本当にね。安い運賃でやってるんだからね。で、運賃は安くしろ、バスは走らせろ、税金は上げるなではね、ダメでしょう。うん。まあ、いろいろ文句は言うんだよね。だから今までのサービスがね、当たり前だってことをね、ありえないってことをね、考えなければいけない。あれ、当たり前じゃないですからね。本当に、みんな支えてる人いるんですから。運賃安いっていうのはどういうことかってことをね、考えなければいけないですよ。
だからね、やっぱり衰退していくんだよね。日本は今までね、ここ30年ね、給料上がらないとかいろいろ言われてますけど、でもね、サービスはね、充実してて、インフラもすげえ整ってて、先進国ではね、かなり上位の方だと思いますけど、これからはね、多分上位じゃなくね、衰退していくんだと思いますよ、本当に。まあ、いろいろこういうネットとかね、デバイスね、通信環境、パソコンとかスマホとかね、発達していくんだけど、こういうインフラはね、おそらくね、もう安くやっていたもので、こう、すごい快適なものは多分ね、衰退しますよ。マジで。これをね、皆様ね、考えていかなければいけないところにね、来てんのかなって思います。はい。4、自動化と離職への移行と。自動化及び無人システムは、運輸の製造、小売などの様々な業界で、ますます開発及び適用されていますと。はい。そうですよね。はい、自動化への移行は、避難民がどのように自活するのか、また生み出された利益で、ユートピア、仮想空間ね、を達成できるのかという課題を突きつけていると。いうことで、自動化ね。まあ、自動ね。まあ、いろんなコンビニとかね、やってるところありますけど、まだまだ先の話なんだけども、でもこれがやらなければね、もう追いつかないっていうところまで来てるんですよね。でも今やってる人はどうなのって感じだよね。だから激安でやり続けなければいけないのかっていう話も出てくるんだよね。うん。あとね、ワーキングプアっていう言葉あるじゃないですか。年収200万円以下っていう一般的に言うんだけど、多分そういった働き方してる人いっぱいいますよね、本当に。まあ、バスの運転手もこう、ワーキングプア的になってきてますよね、本当にね。年収200万以下でね、やってるバスの運転手、結構いますからね。ということを考えると、ワーキングプアなんですよ。特別なスキルがないとか、いろいろ、誰でもできるとかね、あるんですけど、バスの運転手はね、特別なスキルじゃないのかって言いたくなるけどね。お金を出せばね、免許は取れるけどね。でも誰でもできないでしょ。これね、やっぱり、底辺にだんだん追いやっていってんのは、国の問題でもあるんですけど、国の問題以外にもね、一般的にお客様とか多分そうなんだと思う、意識ね。でもやっぱり結局国なのかな、国の政策だからね。だから誰でもできるって言うんだけど、だから二種免許とかね、お金出せばって言うけど、あんな高い金ね、本当に払いたくないし、まあ会社がね、今出してくれるっていうなっても要請ね。だけどそれもね、何年か辞められないとかあるんで、3年5年かな。だからそれもね、鎖でこう繋がれてるような感じだからね。まあ、今の若い人やるかってことだよね。本当に好きな人以外は、本当に好きでもやらないでしょ、ワーキングプアではね。本当に心が痛くなってしまいますけど。やっぱりどんどんね、バスの運転手っていう地位がね、こう崩れていってんだよね。まあ、規制緩和もあるんだけど。こう、釈然としないものをね、ふつふつと感じますよ。はい。5、無人運転技術の影響っていうことね。自動化及び無人システムへの継続的な移行により、ほら、単純な作業に従事する個人や、統合された産業への影響についての懸念が生じていますと。これは自動化によって余った労働者がどのようにして生計を維持するかという疑問を投げかけている。これに結びつくんだけどね、今言ってきたことと被りますよ。ワーキングプアだよね。単純な作業に従事する個人、バスの運転手は単純な作業であり、そういったものに位置づけられて誰でもできるっていうね、ワーキングプア的な、そういうようなね、もう職業なのかなっていう、いわゆる最低限ね、こういったものにだんだん近づいてんじゃないかなって思いますよ。まあ、これ交通インフラなんですよ、本当に。これなのにね、立場は低いっていう、本当に言葉がないね。自分がやってるからそう思うんですよ。僕はね、お客様にそういった言葉投げかけられたこともないですし、そういった意識で今まで働いてこなかったけど、今ね、やっぱ YouTube やっててね、本当に思うんだよね、やっぱり。自分がいた会社はね、そういう感じじゃなかったんだけど、結構周りがね、きついんだよね、本当に。それでね、やっぱ自治体にもよるんだろうけどね。まあ、かなり厳しい環境に置かれてるんで、これは配信していかなければダメだなっていう風な感じですね。6、公共交通機関の苦闘っていうことね。公共交通機関の維持は不可欠だが、民間企業が赤字で経営するわけにはいかず、不採算路線の廃止につながる。当たり前だよね、本当に。できないんだからね。路線が廃止された地域に住む人々にとって、移動手段の欠如は大きな課題となっていますと。民間企業が赤字で経営するわけにはいかないですよ、そりゃ。だからね、廃止につながるんだけど、運転手の給料が上がらないのは、こういったことだよね。民間企業だからね。補助金とかもらえなければやめるしかないし、補助金もらってもね、運転手に還元できないんだよね。会社がもうね、日の車なんで。そういうことだよね。7、バス運転手が直面する課題。バス運転手、特に若い世代は、ますます複雑化する規制と自己時の修理費や保証に対する共同責任により課題に直面しています。自分で直すってことね。事故った時ね。保険とか上がっちゃうんで、懲罰委員会にかけられちゃうからね。だからだったら自分でね、金出してとか。まあ、大きい事故はもうダメなんだけどね。ちょっとぶつけたくらいだら自分でね、直したり、ね、金出して。僕もね、バック事故でぶつけて十何万ボーナスで払ったことありますよ。3回ぐらいあるね。今まで、やっぱり3回ぐらいぶつけてるんで、ガーンとね。まあ。
最初はね、不慣れな時、あとはある程度慣れてきた時に、うん、2回ぐらいやってるね。不慣れな時1回、慣れてきた時2回やってますよね。まあ、それでも12、3年はまあ、ぶつけてはいないんだけど、うん、12、3年前はね、ぶつけても、13年くらい前かな。その時ガンってやっぱりぶつけてるんで、その時はね、自分で払いましたよ。うん、こういうことだよね。うん。だから給料安いのに声あったらね、本当に厳しいってことだよね。で、どうなんだろうね。そこまで本気でね、バスの運転手にね、取り組んでないのかな。取り組んでる技術、腕を磨くっていうことをね、すごくね、計算してね、僕なんかは必死になってやってたけど、今、どうなんだろうね。やってる人はやってるんだろうけど、まあ、そこまでね、意識して究極に突き詰めてやってる人は少ないのかな。腕のね、僕なんか今だってそういう風に思ってますよ。腕磨いてますよ。はい。このため利用者の負担が増大するライドシェアの移行を検討する企業も多いということでね。これはちょっと疑問があるんだけどね、うん、ライドシェアはちょっとまだまだ考えなきゃいけない。まあ地方とかね、田舎ではね、まあ何回も言ってるんだけど考えられるかもしれないですけどね。8、バス運転手の改善の機会。困難に直面していたにもかかわらず、バス会社の経営の困難によりバス運転手の新たな雇用の機会が与えられています。はい。ちょっとこれ言葉ちょっとおかしいですけど、まあこんなんなんだけど、まあ改善っていうのは給料を上げるとか、あとはまあバス会社の努力ってことだよね。厳しい状況により、より良い賃金と労働条件の模索が促され、ドライバーの生活の質が向上しました。うん。まあ給料上げなきゃダメだっていうことでね、やっぱりバス運転手も努力して、下田観光だっけ、うん、あそことか多分給料かなり上げてる、50万だっけ、なんかいい給料になってるんですよね。まあその裏にはいろいろあるんでしょうけどね。まあ努力して、そのくらいしなきゃ運転手は集まらないってことだよね。うん。多分50万出せばね、ある程度集まるかもしれないね。50万、月50万、月収ね。うん。だからといって月50万で求められるスキルは超ハードで、もう締め付けがすげえ厳しくてっていうね、わけわかんないね、まあ、法令遵守、コンプライアンスとか、すげえ超ね、なんつんだろうね、究極的に厳しいんでは多分まだ人は集まらないと思うので、ある程度ね、そこはね、まあ、緩くしちゃいけないんだけど、まあ、世間一般人並みっていうか、そういうのはあると思いますよ。はい。9、バス会社経営の影響っていう。バス会社の経営陣のミスにより、バス運転手の新たな機会が開かれ、予想外の利益がもたらされましたと。なんか、そういうイベントっていうか、なんかいろいろあったんでしょうね。そこから予想外の利益がもたらされたっていうことなんでしょうね。うん、これコメント欄なんで、うん、それをね、要約してるだけなんで、そういう感じですね。賃金の上昇はバス運転手の生きがいと生活の安定に大きく貢献します。これは当たり前だよね。うん。これはもう本当にそう思いますよ。うん。一番重要だよ、これね。はい。10、賃金上昇の課題と。政府は賃金引き上げを重視しているにもかかわらず、様々な規制により、実際の手取り額は減少している。まあ、2024年問題もあるんでしょうけど、うん、いろんな働き方改革とか、そういうことをね、どんどんね、働きやすい職場にしようとしてるんだけど、結局はね、時間外とか稼がなきゃいけないで、やっぱり労働時間が長くなって、この令和の時代に、ね、この時代にね、まあだから、でも、あれだね、この時代だからこそ、逆に稼げなくなってるんだかもしれないね。多分、バスの運転手っていう、労働モデルっていうか、収益モデルがそういうビジネスモデルね。それは多分ね、もう今の時代には合ってないかもしれないね。でも収益ね、どんどん伸ばしてる企業もあるんで、こういう風にね、落ちていく企業っていうこう、業界は、やっぱりね、今の業界には合ってないんだね。まあ、衰退。下手するとね、まあ、業界自体が、もう思いっきりね、メス入れて、ぶっ壊れて、一旦もう終焉して、なんかこう、別なことにしなければ、もう破綻していくのかなっていう風には、だんだん思ってきてますよ。はい。多分昔は良かった。昔のやり方をそのまま今にやってるから、当てはめてるから、多分ね、もうダメなんだよね。うん。絶対、合わないもんね、時代にね。バスの今のこのビジネスモデル。はい。賃金上昇は最終的には会社の収益規制により決まり、根本的な理由を解決しなければ、バス利用者に影響を与える運賃値上げやサービス削減につながる可能性があることを理解することが重要です。うん。まあ、そういうことだよね。うん。運賃値上げもしなければいけないし、サービスはある程度っていうのももう無理なんだよね。まあ、運賃値上げでしたプラスサービスはもう必要最低限にしなければね、多分やっていけないでしょ。うん。でもそもそもバスに乗る人減ってるし、少子高齢化なんだから、うん。あと田舎はもう車持ってるって言ってんだけど、車も運転できない人いるんだけども、結局そこに住む人がいないんだから、やっぱり積みなんだよね。積んでいくんだよね。いやー、ほんと、ね、やばいね。11、バス運転手の悩み。バス運転手は賃金額の変動を確認し、今後のさらなる課題を予想する。業界の困難によりバス運転手の高い離職率が発生しています。もうだん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 、人を減っていって、10年後で3万6000運転手。なんかそんなありましたよね。この間僕も喋ったけど忘れちゃったけど、なんかすげえ運転手の数減るんだよね。うん。
は、もう何度も言うけど、すぐみだよね、本当にね。12、公共交通機関の課題。東京在住者は、地方では公共交通機関が限られていて、車への依存と観光離れの悪循環につながっていると不便さを感じている。この問題に対処するため、小型バスの推進、免許取得の緩和、パートタイムの運転職の許可などを提案していると。まあ東京の人は思うでしょうね。地方に行ったらね、いやーこれ不便だなと、バス本数走ってないとね、車ねなければ無理だなと、レンタカーとかで借りるしかないと、そのレンタカーも車なかったりするからね。いやーだんだん現れてますね、日本のヤバさがね。これパートタイム運転職ね、一旦こうダメにしたけどね、ダメっていうか、うん、そういうのはもうこれからはダメだってなったけど、これ解禁してもいいのかなって僕は思いますよね。うん、これは本当にあってもいいのかなと思う。うん、で働き方改革で運転手やりながらね、別な仕事副業やるとか、そういうのあってもいいんだと思いますよ。うん、だって超激安で正社員の会社にいるよりはパートタイムやって、あとなんか自分の好きななんか副業とかやった方がいいでしょうね。そういうのはあってもいいと思いますよ。はいはい。13、インフラの欠落ということでね、あるコメント投稿者は、日本の一部の地域では公共交通機関やレンタカーが不足していると声を上げ、政府がこれらの側面の改善に注力するよう求めた。そうね、でも求めてんだけどなかなかうまくいかないんだよね。うん、沖縄の観光とインフラを強化する取り組みの必要性が強調されています。沖縄ね、鉄道がないんで、モノレールはあるけどそれも不十分なんで、やっぱりバスなんだよね。でもこういった話が出てくるんで、もう全体的に給料安いから、バスの運転手も給料安くなるんでね、25万から15万だからね、生活していけないよね。だから辞めるってなるよね。っていうかね、沖縄に多分いなくなるよね、だんだん人ね。やっぱり本土に流出したり、あとは海外に行ったりもするかもしれない、沖縄の人だったらね。うん、もう全ても悪循環なんだよね。14、ライセンス取得の容易化による影響という、はい、自動車学校で特定の免許を簡単に取得できるため、バス運転手の報酬が不十分であるという認識が生まれています。ただし超高額ですよ。高いんだから免許ね。簡単に取れるっていうのはね、語弊がある。これは結局ね、まあ自動車学校で金を出せばね、取れるってことだね。前は一発試験で何回も練習してね、やっと取ってたんだからね。そういうのをね、やっぱ技術がやっぱりね、上がっていくんだけど、まあある程度ね、運転がね、いまいちでも自動車学校ですげえ練習、まあ同じなんだけどね、それはね。でも、金高いんだよね。だからね、簡単には取れないんだと思うんだけどね。まあ取る気にもならないけどね、そもそもね。うん、今はなんか別な19歳で取れるとか、特定技能とかいろいろね、来たんだけど、それもまだ高額なんで、これはね、まあ国はね、19歳で取れるとかいろいろやってるけど、まあ空回りしてんじゃないかなってちょっと思っちゃうけどね。ドライバー不足に対処する潜在的な解決策として、賃金を以前の水準に戻すことが提案されています。まあ、今まで通りにしろってことだね。これはもうありますよね、やっぱりね。はい。そうしなければ、無理だよね。だけど、自動車学校もね、これまたね、少子高齢化で、賃金というか、教習所の教官の給料とかも安いんで、結局辞めていくし、またね、入ってくる人いないからっていうことで、バスの運転手とかもそうだし、みんな二種免許とかも全てにね、含まって、こう、免許がだんだん細かくなっていってんじゃないですか。あれもそういうことなんだよね。まあ、全ては少子高齢化なんだよね。うん。だから、バスの運転手になる人もいないからね、こういう風に、まあ、養成とかで取れるようにしたり、ね、金を出せば、ね、二種免許取れるとか、2002年からかにしてるんだけどね。関唾がバスの免許を取った時に始まったんですよ。あの時はね、まだね、教習所で取れるところはほとんどないんだよね。指定全教習って言ってすごい厳しかったんだけど、僕はね、一発試験で取りましたけどね、そんなの待ってられないから。うん、2002年くらいなんだよね。だいぶね、考え方変わりましたよね、あの時からね。なんかちょっとこれもね、なんとも言えないなーって感じかな。はい、15、運賃と賃金の比較分析。はい、コメント投稿者は、バス運転手の運賃値上げと賃金削減との間の格差を強調している。賃金改善の障壁となる賃金不足が疑問視されており、運賃値上げ時の賃金改善によってこの問題が緩和された可能性があることが示唆されている。まあ、賃金改善すればね、緩和されるっていう、それは当たり前だよね。運賃と賃金をね、やっぱり変えなければいけない。運賃上げればね、賃金上がるからね。まあシンプルだよね。だけどね、運賃上げてもね、会社がやっぱ搾取っていうか、そういうこともあるんで、いろんな問題はらんでんだけどね、結局でもやっぱりね、運賃をガンって上げてね、補助金出して運賃上げてっていう、こういうことをしなければね、もうやっていけないんだよね。そこのところまで生きてますよ。はい。まあ、ここからね、関唾の話になりますけど、うん、毎回言うんだけど、もう今のままのサービスは到底どう考えてももう無理なんですよね。やっていけないんだから、うん。地方はどんどん人口流出してるし、過疎っていくし、沖縄なんかもそうだよね。うん、まあ沖縄の都市部那覇市とかね、そういうとこだったらまだあれな、それだってあれでしょ、こういう話でしょ。でも田舎なってたら、沖縄県内の田舎ね、結構あるでしょ、そういうところ。もうバースね、人手不足もそうだから、少子高齢化でどんどんなり手不足だから、これね、見てくださいね、7割は50代だから、これ日本全国もそうだからね、北海道ね、沖縄、
あとは、まあ、東北地方でも、うん、あとは山陰地方とか中国地方もそうかな、あの辺とか結構田舎ありますよね、地方ね。あれいうところはね、本当にね、厳しいんですよ。どんどん人口流出していって、もうバス無理だよね、本当にね。うん、だって普通に中型以上のバスで、下手すると大型バスとかで空バスとかね、一人二人乗せてね、もう走ってるなんて、もう補助金だって、まあ、圧迫するし、うん、それでももう無理なんだよね。で、補助金出せなくなった瞬間にもう速攻廃止だからね、もう自社でできないからね、補助金を出してもらって運賃も上げるっていうことにしないと。うん、でもそうすると財政がね、逼迫してくるんで、まあバスに補助金は出せなくなるって、結局まあ、いずれにしろ自治体っていうか、まあ夕張市がそうだったけど、破綻していくんだよね。夕張市の U 鉄バスだっけ？あそこもだいぶ大変ですよね。うん。そういったね、もう、ことがね、日本各地でね、どんどん起きていますよ。だから、まあ、本当に無理なんだよね。まあ、地方都市がどんどんね、厳しくなっていくんだけど、地方都市以下のね、市町村、村とか、そういうところはもっと厳しいし、そういうところの人がどんどんね、地方都市に、こう、コンパクトシティみたいにして集めていって、あとは、ま、仙台市とか、広島市とか、札幌市とか、政令指定都市に、ちょっとこう、集まってきてとか、そこだけでは厳しいから、その周囲にね、あるじゃないですか、その政令指定都市の近くにあるね、都市ね、札幌だったら、北広島とか、いろいろあるじゃないですか、仙台だったら、名取市とか、あとは、ま、多賀城市とかね、そういうところとか、まあ、その近辺、あとは、福島市とか、郡山とか秋田市とか、そういう地方都市ね、県庁所在地あるところになるべくこう集まって、いきなりは厳しいでしょうけど、なるべくそうしてこうやっていかなければ、日本ってどんどんもう少子高齢化で人口減少してるから、こういったバスの問題もは全てそこから来てるんで、うん、細かいところはいっぱいあると思いますよ。だけど全てはそこなんで、そういうところからね、改善していかなければダメなのかなっていう大きな問題ですよ。僕一人の話じゃないけどね、これはね。でも結局はそういうところなんだよねって思う。うん、だから今現状できることはバスだったらやっぱりもう運賃値上げだよね。運賃値上げがまあシンプルだよね。補助金をね、高額な補助金を入れて運賃値上げして、うん、それで文句言ってる人はもう乗んなければいいっていう話だよね、本当に。うん、だから運賃は上げないでそのままで補助金をもらえ、まあ要は今までのやり方をずっと継続してるところほとんどだと思いますけど、もうそれはもう絶対無理なんで、これはね、考えなければいけないのかなって僕は思いました。はい、いかがでしたでしょうかね、皆様ね、今回はこういう話でしたよ。日本の公共交通機関とバス運転手の雇用における課題と機会っていう沖縄の話なんだけど、これは全て全国に当てはまってるっていうことでした。はい、コメントどんどんください。待ってますんで、関つばとのコメントでね、見てこういった動画も作ってるし勉強してます。はい、僕の動画ではね、日々こうやってね、バスのこと、車のことなど配信しております。興味がある方はぜひともね、チャンネル登録お任せしますので、よろしくお願いいたします。各種 SNS やっております。 Twitter、TikTok、Instagram やっております。そちらの方も興味がある方はぜひともフォローのほどお願いいたします。サブチャンネルもやっております。関つば気づき日報、ショート動画などやっております。こちらもね、興味ある方はチャンネル登録お任せします。はい、あとメンバーシップね、月額490円で始めてます。関つばが興味あること、普段こちらで言わないこと、あとは週1のライブ配信などね、やっております。そちらね、お金ちょっとかかっちゃいますけどね、興味がある方はね、参加のほどお待ちしておりますので、よろしくお願いいたします。みんなね、集まってる方はね、いい人なんで、本当に楽しいと思いますので、そういったこうバス運転手の語り場、あとはね、休憩室っていう形でね、やってますので、参加のほどよろしくお願いいたします。それではね、関つばチャンネルでございました。ご視聴のほどありがとうございました。失礼いたします。はーい、ポッ。